チーズ、これをちょっとチーズが溶けて美味しそうです。これはもうちょっと食べたい時にもぴったりです。はい、材料はベーコン、スパイス、裂けるチーズです。ベーコン2枚、そして裂けるチーズ、これをちょっと乗るんですけど乗せていきます。チーズを切ります。そしてこれをいい感じに巻いて、いい感じに巻いて、これを巻いて、刺します。これを2ついきます。両面焼きます。はい、というわけで完成しました。完成した後にちょっとスパイスをかけました。というわけでいただきマウンテン。美味しさ、ジョマンマキュー。はい、これはおつまみにもちょっとおかずにもぴったりです。ベーコンとチーズで味がしっかり、それぞれの味がしっかり出ていますが、お好みでスパイスをかけてみてください。はい、お腹が空きすぎてベーコンベーコンの時にはぜひベーコンを。ありがとうございました。またぜひご覧ください。